はい、ピースケです。パープルアプリやっていきたいと思います。今日は、この子ですね。佐伯を初使用してやっていきたいと思います。はい。やばいんですよね、佐伯。固有持ちの試合経験点の、練習効果アップ。で、技術ボナー、精神ボナー8ということで、打撃メンタルですね。めちゃくちゃ強いんじゃないかという。で、まあ、得意練習率もついてるので、すんごい、もうすでにすごい強いっていう技でございます。で、補給と、守備の上限アップで、あとは、なんかもうほぼ新キャラで固めたような感じですが、ちょっとやっていきたいと思います。はい。練習レベルはこうなるんですね。打撃がちょっと下がりますが、まあ、モードレットと、ミネちゃんで上げてくれるのかな。よし、やっきょう。コツはブン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 どんどん潰しつつやっていたいと。ブンブンってなんだ、どっから出たのか分かりませんが、で二股なのでちょっとまあデートだけ気をつけつつ、クネちゃんは入れてる方がいいような気がするんですよね。2択は難しい。最強は後イベなので、しかも。よし、打撃とソウルかかりました。はい。電卓キャラがいた方が、おー、いいな、ここ。これが稼げるので。どうなるかっていう感じですね。休むか。で、ホムラも上げてくれると3ホムです。3ホム、どうしよう。2がない、2がないな。むずいな。で、どうしようかな。大谷か。なるほど。1、こんな、こっちに、こっちにいるのか。初期評価も70あるので、最近は。タックも、早い段階から踏めるという。もうほんと火の打ちどころのない。能力、ほら。来た。早い。早いけど、どうする？こっちも行きたいし、どっちが美味しいか。こっちもらえるから。よし、あ、かくらんか。また潰すの早いよな。あい。はいはいはい。なんか上がってほしい。2がないとやりづらい。ムード。ここかな。これはそのイベントがわからない。イベントがわかりません、佐伯さん。これで女の子だからない。すごい顔してるよな。
女版友沢みたいな感じかな。ファンデムよ。あ、なるほど。下が成功失敗あって傾向、経験点が高いと。いけ、あ、ダメだ、失敗。どうしようかな。最大値あげよう。精神？精神来てない。あー、こっち強いな。生物は来ている。告白も来ている。アニョハセヨ。マジか、こいつめっちゃタックくるわ。あれメンタルだけど回復は別に上がんないのか。上がってんのか。上がってるな。ちょっとまだ何も何も来ていない感じ。バイトっす。なんかコツがすげえ来てるような気がするんだが、狛犬の消していこうか。かくらんはいいとして、来てるな。めちゃくちゃタック来るんだけど、こいつ。おっと、あと一人どうしよう、固定とか。早めにクリアしときたいんだよな。円卓の秘密とあれですね、聖杯ですね。成功してね。うわあ、なんか最近失敗する。バイバイ、一人足りない。代打。あれ、代打取ってないっけ。最近の夢、これが金徳のイベントかな。一緒に読もう。金徳確定なんですよね、こいつ。それがすごい。名教止水は1しかもらえないんですけど、関係なく成功失敗。ビリビリビリ、ブロックも取っとこう。気分屋だけは取りたくない、本当に。はい、筋力、精神、筋力かな。これがそっとしておく。はいはい、どうですか。回復がないんだよな、2回目。
むしろ減るんだよな、経験値を選ぶと。なんかで回復きて早くない最近。免許室選ぼう。おーすげえ、イベントがあっさり終わる。しきちゃん来る前に、ここかな、ここだな。すごいな、技術のメンタルの供給が半端ない。印象ナイスで、この子はそう体力が回復しないと。これは打撃だな。で、どうしよう。あ、取れるね。取ろう。なんかすごいな、これ。金属きた。あー、え、嘘。なんでだろう。評価上がってないのかな、デートで。なんか辛いのか、ジャケットは。なんか辛いんだよね、基準が。よし、来た。で、ここかな。打撃タックとか来てくれると嬉しい。精神。いやでもまだなんかハマってはいないけど、なんかぼちぼち来そうな。すげえ経験ているな。よし、とりあえずあれが欲しい、聖杯が欲しい。早く聖杯をください。川まあまあ、ここから伸びてくれれば。頼むぞ、筋力。いやー、これはここだ。すごいな、供給量が。下がる、逆転。森はちょっと待っただな。どうしようこれ。とりあえずこの辺は上げてっていい。ここ
れでパワーとか持っていけるかな。経験点次第だよね。そうだよね。特に来てるのなし。冷静欲しいっすね。精神がすごい。精神ばっかだな。エンタクルスが来ない。エンタクルスじゃない、エピックが来ない。あ、粘りもらえてもメンタルばっかだな。でもいまいちだな。船、あ、これ下がるんだっけ。失敗。やべえ、打撃が5になった。打撃来い。あ、3でいいんじゃないか。あ、出す。そしてラブパップ。そして評価が上がる。そろそろ来てほしい。やばいな、これは。どっちだろう。全部来てるけど、臨床足りないっちゃ足りないけど、こっちだ。よし、来た。あとは聖杯のみ。一回デートしよう。むずいわ。うまくいってるといいな。あっ、ない。ディリリリリリリ。一回地味にここでいい気がする。広角あたりなんかちょうだい。よし、おお、来た。やる気回復。いいね、士気は。だいぶ上げてくれるから。臨床足らん。どうだこの恥で。臨床足らんな。うわあ、これは経験っていいな。うう、結構入った。あんま落ちてないぞ。むずっ。ずっと精神連ばっかやってる。高
からか。聖杯来てね、マジで。金徳が順調に集まってる。なんだろう、これはうまくいってるのかいってないのか。普通だと思うけど、冷静欲しいな。ホームラン打てるかな。もうちょい筋力欲しいよね。やべ、だからいいでしょう。もうちょい欲しい。いやでもこれセンスも何にもなしで SS 行きたいな。強っ。あ、これやばい、これやばい、精神がやばい。232生物ばっかだな。かばう。シャッフルか。精神がすごい。間に合わなそう。よし、精神来い。ああ、さすがにできないな。ミネちゃん外していいかな。もし成功か。ハゲたか、ハゲたかよ。どうしよう。でもこれそろそろ、そろそろ来ないとまずい。あ、てかもう無理か、もう無理だ。無理なのか、そうか。どうしようかな。潰せばいいんだろう。追い打ち欲しい。コツがまあまあ取れてる気がする。あと迷宮止水か。
冷静が欲しいってことね。評価はいけるはずなんだよな。タックが来なければデート作戦で行こう。来た。打撃とか来てほしいんだけど、まあいいか。あと1回しかないし。全然意味なかった。あれ？デートはあと4回だから、でも何にもないな。何にもねえ。2連微妙だな。出てっかな。はい、お待たせいたしました。5番。あれ、今気づいたけど、エピローグ5人いるじゃん。4人か。5人か。え、あれ？わ、筋力欲しい。どうしよう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 。終わらせちゃいたい。リベンジってあいついなくなっちゃうからな。結構精神が多い金徳。お待たせ。更新。5番。エンタックリードで迎える1回です。ランナーとランナーなしという場面。入れ。菅原。打ったこれはいい当たりだ。打球レフトセンター。4回の裏エンタック攻撃に入ります。先頭バッターは菅原。アウトコース低め、ボール。第2球、まあ、投げました。危ない球。第3球を。こいつスタミナ上限アップとかで来ないかな。打った強い当たり。いつも思ってるんだけど。スタミナ S だしね。リードで入る6回です。今日2打席連続でホームランを放っている菅原。広角打法を聞いてる。フォークの。ねえ。あなたがそんなに打たれるとは。いや練習渋いやん。
渋いやん。スカウトかな普通に。え、ちょっと待って、ちょっと待って、回復してね。やば、地味にやる気下げられた。いぶし、どうしましょう。金徳確保しときたいですね。いけるか、精神足りてるね。総力がやばい。あの、俺守備上げるの忘れそう。気をつけよう。お待たせ。球児たちの頼むよ。2回の裏、円卓攻撃に入ります。この回のトップバッターは菅原。初球空振り、思い切って振っていきました。入れ、2球投げました。あ、入らない、やばい。打ちました、いい当たり。投げていくとフェンスに当たった。菅原ヒットを放ちます。円卓リードで迎える3回です。いけ。ワンアウトランナー1塁という場面で菅原初球打ち、引っ張った。ボールはセカンドへ。菅原いいバッティングを見せます。円卓リードで迎える5回です。今日2本のヒットを放っている。打ったこれは強烈、いった、入った、入った、ホームラン。もう1本。円卓リードで迎える7回です。あ、やばい、早かった。3打数3安打菅原。初球引っ張った、切れていきます。いや、入んない、入んない。あ打ったに当たりはセンター下がった。菅原ヒットを放ちました。アホ。一応行ったのか。タック来た。弾道ね。筋力か。筋力気をつけよう。強し。ナイアン。マジで打ってくれ。こっち取っとくか、怖いから。冷静って持ってるやついるの？ここにないっすよね。あー、やべえ、そうだ、こいつエピローグで回復くれるんや、くれるやん。間違えた。投球はこれから3球目。もう外角低め、慎重に攻めてきます。作れるんだった。カウントは2ボール1ストライク。え、待って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 。今くれるのを思い出して動揺した、やばい。円卓リードで迎える4回です。ワンアウトランナーなしという場面で菅原。今日の第一打席はスイングアウト。やばいやばいやばい。投げた。ブンブ嫌いだよ。ヒット。変化球が苦手です。6回の裏、円卓攻撃に入ります。この回の先頭バッターは23キロと。見送ってボール。第2球。ああ。低めいっぱい、ストライク。第3球。もうそっちか。うわ、怖い。ボール。カウンター2ボール1ストライクです。第4球を。怖い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 。投げた。ボール。低め、カウントは3ボール1ストライクです。入って入って、入んない、入んない、入んない、しかも2塁行けや。菅原ヒットを放ちました。円卓リードで迎える7回です。ノーアウトランナー1塁という場面で菅原カーブ見送ってストライク。あ、入るのそれ。投げた。アウトコース低めストライク。バッター追い込まれました。怖いよ。投球は3球目、投げた。カーブはボール、外角高め、カウント1ボール2ストライク。アウトローの直球はボール、カウントは2ボール2ストライク。さあ5球目。うわ、引っ張った、アルボール入れ。1球目、おっしゃ、打ちました、痛烈。打球は見送る。1本ってことは勝ったんだけどさ、全然打てない。ミスった。
もう多分精神練しかできない。いやー俺次も嫌い、出ない。満塁、打て。さあ追加点のチャンスを迎えました。ノーアウト満塁という場面、菅原初球。3打点、3打点、3打点ならいるっす。よっしゃー、さらに1塁ランナーもホームイン。円卓リードで迎える3回です。今日ツーベースを打っている。そっちすらは嫌いよ。投げました、外を際どい。そっちすらだね、ここ選びました。縦すらだね。ボール、カウントは2ボールノーストライクです。第3球投げました。近い。これはセカンドが正面、アウト。スリーアウトチェンジ。コースがいいとこ投げる。あ、え、交番。円卓リードで迎える6回です。バッターは菅原。早くない？投げました、初球空振り。第2球、ラッキーなのかラッキーじゃないのか。投げました、シュートはボール、カウントワンボール。バレットじゃないからいい。第3球いいか、その分。あ、投げた、インコース引っ張った、スタンドに入りました。ファール。第4球もバレットじゃない分いいけど。ボール、慎重に攻めてきました。よし入った。カウント2ボール。オッケー。助かった。痛烈。いった。入った入った。円卓リードで迎える8回です。ツーアウトランナー1塁という場面で菅原。今日はホームランを打っています。ゾンビロマ。第2球投げた。見送ってストライク。おお。第3球も投げる。投げた。カーブはボール。ツーボールワンストライク。バッティングカウント。投げた、やべえじゃん。ネイル、レフトへのフライダー、取りました。これで3アウト。え、これどういうこと、打点的にどう、いった、あー、いったような、いってないような、もうちょっといったような気もするけど。こっからすごそうだな。ういい、3人目。あ、で、代打の神様か。4人目。そしてこいつもくれる。いくつくれんの。おお。あ、どっちも怪骨くれんの。すげえな、こいつ。すげえな。もう忘れてたけどさ、完全。強いですね。どうしよっかな。パワー上げれないけどミート上げれる。そして総力も上げれる。肩はいいか。内野安打、精神と技術を使える。あとね、キーボードとか連打とか。あとは君はいらない。連打取るとダメ系か。ダメ系か。これにしたら何かもう一個ぐらい取れる。取れない。2個取れる方がいいよね。どう？
と。はい、いかないね。1,2,3,4,5,6,7。難しい。ミネちゃん外すかなあ。ミネちゃん外すかな。でちょっとやっぱ筋力足りないのでその辺ですね。はい、ということでございました。はい、レトロさんこれかお願いいたします。ちょっとね頑張って SS 作ろう。はい、キャラはいるから絶対作れるから。はい、頑張っていってきます。皆さんピースの一日を。バイバイ。